ピーテルス・ネエルスは、フランドルのバロック期の画家。歴史的な戦闘場面を描いた絵画で知られている。アントワープで生まれ、1612年に戦争画を得意とするセバスチャン・ブランクスの弟子として、アントワープのセール家組合に登録され、1613年に、組合の親方となった。1618年に、画家のコルネリススフートのいとこの女性アガーと結婚した。 1628年には、ブリュセルの市民権を取得している。そこで彼は、最初に、スペイン領ネーデルラント総督、イサベル・クララ・エウヘニアの下で活躍し、ついで総督となった、フェルナンド・でアウストリア、レオポルト・ビル・ヘルム・フォン・エスター・ライヒの下で、宮廷画家として使えた。彼らの下では、タペストリーの原画となる、勝利の戦闘場面を描いた。スネー・エルスは、 ルーベンスと共同制作しており、未完となったヘンリー4世の生涯等が残っている。他にもブリュッセルの貴族たちの肖像画や大きなサイズの風景画等が残っている。スネールスの弟子にはアダム・フランス・ファンデル・ミューレンがいる。ありがとうございます。